お待たせいたしましたこれよりセッション8東京 as a New Silicon Valley を開催させていただきますモデレーターはジャーナリスト大西康之様にお伝めいただきます パネリストは、ラクスル株式会社代表取締役、松本康兼様、クルー株式会社、ファウンダー &CEO、地地空と新経済連盟幹事。 グリー株式会社代表取締役会長兼社長田中義和新経済連盟幹事株式会社サイバーエージェント代表取締役社長藤田進新経済連盟副代表理事 それでは大西様よろしくお願いいたします。はいえー、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と今日はですね、えー、あまずあの自己紹介からさせていただきます。あの、えー、ジャーナリストの大西と申します。えー、あのこの3月31日で日本経済新聞を退職いたしまして、えー、まあ。 起業はしてないですけれども、遅、まあ、まきながらスタートアップしてみたということで、えー、今日は先輩、全員先輩なんで、あの先輩方の話を聞きながら、ですね起業について、東京をシリコンバレーにするにはどうしたらいいんだという話をしていきたいと思います。で、えー、ではまず最初にですねね自己紹介を兼ねて それぞれの方のそのスタートアップの時のエピソードをまじまじみながらですね、えー、まあなぜその企業を決断したのかというところからお話を伺っていきたいと思います。えっ、ー、とじゃあ藤田さんからお願いします。はい、サイバーアイデントの藤田です。よろしくお願いいたします。あのもう、えー、僕が起業したのは十八年前ですから、ちょっとあの。 スタートアップというよりはもう結構いい年失礼しましたえとまた、あ、24歳の時に会社を作ったんですけれども、えー、大学を卒業して1回就職してそこから、えー、1年で辞めて起業したんですが、あのー、僕のすごく良かったのはまず、あのー、大学に入学するのに、えー就職あのー、受験勉強 半年ぐらいかなり集中しててやってそれでまあ一気にこう一時的に上がった学力でえ青山学院大学に入学したので学歴がそんなに惜しくなかったんです。で就職もえー結構大学の偏差値のように高い大企業を受けるのではなくてベンチャー企業を中心に就職活動をして。 まあ当時え80人ぐらいしかなかったインテリジェンスという会社に就職したんですが、はい、でそこに就職したことも捨て去るのに全然え戸惑いがなかったというか、うん、だから学力もその職歴も特になくてえそこで1年で辞めて起業するときに確かにあのリスクはとても大きかったんですけれども失うものがまあ何があるかというと大したもないわと。 でも同期の人たちはやっぱり青学だと結構なとこに来たのりそれよりも東大とか早稲田とか慶応と比較するとたやすく捨てられる学力学者といっととりあえず青学院失礼ですけど何より長く受験勉強したんじゃなくて半年で集中してやってたので小学校からずっと積み上げてきたら捨てられれななかかったもしいどこかで回収しないといけないという感覚が。 芽生えると思うんですよ。もうでもそその頃からなんかこうもう事業事業の感覚ですよね。あそういう意味ではリスクとリターンを結構考えていて、起業して失うリスク、大したことないに対して、万一大成功した場合のリターンは計り知れないので、それはやっぱりやるべきだと。なるほど。そうするとあの最初から起業を前提にベンチャーに入った。あそうですね。あそうなんですか。とまあそうだんですけど、まあ 企業前提というよりも早く力がつく環境20代で、えー、ビジネスマンとしてそれなりに力をつけたいと思ってたんですけど、うんまあ、日本の大企業で立派なところは20代は研修みたいなところが多かったので、うん、それでは僕の考えているスピードに間に合わないということで、うんうん、ベンチャー系を就職した。ななるほどねすごいなでもやっぱり僕らのの世,世代の感覚だと、あのー とりあえず大手入っとこうかみたいなで入ったら入ってそこでえらくどうやったら偉くなれるかみたいなまあ今思えばそこもリスクだったと思うんですけど、うん、これで本当に日本の人気企業の大企業に、うん、例えばフジ、えー、テレビとか当時はすごく人気だったんですけど就職できてたらまずああなるほどなるほどまあ電通とか、うん、まあ僕が考えているところで言うととても素晴らしい会社で。うん もうそうするともうやめるきっかけを失って、うん、まあ今の僕の人生はなかったはずなので、なるほど。まあセブンでは、えー、すぐやめられるベンチャー企業に就職して,てよかったっていうのはあります <laughs>、えー。で、その入ってそのうのさんとか、島田さんとかいらっしゃったと思いますけど、はい、ああいうそのそのつく立ち上げた人たちですよね。からはどんな影響を受けられますか。あの影響というかもう背中をもう十歳しか年が 違わない。三十代前半の、うん、まあ若い経営者たちが、うん、まあ苦しみながら会社を経営している姿を目の当たりに見ていたので、うんえー、自分もやりたいと思いましたし、うん、自分もやれるんじゃないかっていうリアルさがあったんですよね。なるほど。大企業だともう経営者がおじいちゃんたちな,たなので、うん、イメージできないですよ、ね。イメージできないと思うんですよ。うん、そういう意味でも肌感覚が得られたというのは良かったです。なるほどね。目の前にメンターがいたという感じですね。はい、ありがとうございます。 あの田田中中さんおお願願いいしししまますすすすそうででねあのあグリーン田中ですよろしくお願いします、えー、私ももう就職活動したのがあの20年近く前昔の話なのでもはや最近の話ではなくて参考にならない部分もあると思うんですが、えー、私はあの1999年にあの大学卒業して新入社員になったんですが、えー、私が就職活動し,たいしていた時に一番思ってたことは、えー、インターネット業界に就職したいというふうな うん、ことを思ってたんですが、うんえー、当時というのはそもそもパソコンを持ってる人がほとんどいないインターネットなんかやってる人はまずいない携帯電話もないということなので、うんまあ、友達の話でもまず何を言ってるかわからないというか、うん、よく当時言われたのが「よし吉ずはワー,ワードとエクセルが好きなんだね」って言われて<ー>「インターネットの話をしてんだけど」っていうところぐらいのもう <laughs> 帰り幅を埋めるところで<ー>時代を、えー、生きてましたんで。うん インターネットのを使っている人がいない以上、インターネットの会社に入りたいといったところで、うん、会社があるわけがないという状況で就職活動したんですが、うん、その中で何社が、うんえー、あって、えー、例えば NTT さんとかも、うんえー、内定したんですけども、うん、例えば<う>リクルートさんとかはです、ねえー、二次試験の集団面接で落ちて、えー、IBM は筆記試験で落ちて、ヤフーに至っては社長の最終面接で落ちるという。 結果的にですねえあとそのソネットっていうあのソニーのインターネットも受かりましてであの今更テレビ作れて言われても困るなと思ってたところあのソネットはインターネットの仕事じゃないということで,で NTT さんに行くと何をするかわからないと言われたんで,それでインターネット業界に絶対就職できるのはここだということで唯一の選択肢ということで入れていただいたということが私の就職活動になってますねーでもって超有料企業じゃないですかかこれ惜しくなかったです。 NTT の方が難しくないですか、IBM とかより <laughs> そんなことはないと思うんですけども、も、うん、当時は、私の両親はあの本当に、えー、普通の、えー、道路系の会社の、えー、一部上場してるかしてないかはたかではないような、うん、あの会社の課長か部長かもしれないけど、なぜ NTT に行かないんだということで、うん、非常に怒られまして、うんえー、ただ、えーまあ、自分としてはそういうことを、インターネットの仕事。 うん、どうしてもしたいということで、えー、説,得説得じゃないですけど俺はこうするということで、うん、そこに入ってましたねなるほどインターネットに目覚めたのはいつですか僕は勝手にあの、えーまあ、今でもそういうところがあるんですけども、うん、若干こう考えすぎなところがありまして二十、うん、歳ぐらいまでに一生この仕事をするという,こう目標を持てないとだめなんじゃないかというあの脅迫観念に。 中学校、高校ぐらいから襲われてまして<ー>そういうのを考えていた時にたまたまインターネットが高校ぐらいに現れたのでこれはすごいいいなとヤフーとか当時アマゾンとか、うん、そういうのが創業されて、うん、あこういうことが日本でも将来起きた時に、うんえー、自分もそういうところにプレイヤーとして参加する人生に、えー、なることが自分の夢なんではないかということに、えー、高校ぐらいに思いまして、うんえー、そのためにどうやってその業界に入れるのかということを、まあ、高校ぐらいからと考えた。 あ,あります。で、ソネットのはちなみに新卒一期生だったので、一年早く大学卒業したら。うん、本当にどこ入っていいかわからなかったというのがあります、ね。ああ、なるほど。しかし、あれですよね。ヤフーとかアマゾンを知ってる高校生だ。ったんですか。それ自体変わってますよね。すごく。<laughs> ものすごい感度が高いというか。僕、あの、子供の頃から、あの、ゲーム好きでして。<ん>あの、ドラクエの発売日とかが、すごい気になってしょうがなかったんですけども。はんはんはん え実はですねファミツよりも、えー、最もですね、えー、発売日情報が早いのは日経新聞になることに気づきまして強烈に株価に影響するんで、うん、一番書いたんんでですよなんで親に頼んでなんか普通の朝日新聞か読売新聞かを変えてもらって日経新聞に絶対変えてくれると早熟だなでそれを読んでたらですね、うん、その横にあるですね、うん、あのインターネットはこれから来るみたいな記事を見てああ、うん、あそうなんだっていうので興味を持ち始めたという。おー 日系さんのおかげで大変シリコンバレー、えー、なんかツシみたいなやつをずっと子供ものこしかも切り抜きしてましたねあーやっぱすごい普通の高校生じゃないですね変わってますね脅迫観念に襲われてたんでおもしいなその後、まあそうはいって入ったんですけども、うん、まあすぐに1年ぐらいで辞めて楽天、うん、に入っちゃうというもう日経さんのおかげで現在からということでえ <laughs> <laughs> その楽,天楽天はその当時はできて2年目3年目3年目か4年目でこれもなんかあの、うん、まさにコネクティング・ザ・ドッツってやつだと思ってるんですけども、うん、その僕だから大学日大の法学部なんですけど周りインターネットどころかパソコンを持ってる人もいないという中で、うんえー、そういうこと考えてましたんで、うん、本当に周りにで,ですねまあそういう話をして話が通じる人が本当に一人もいないという状況の中で。うん どうしたもんかと思って、うんえー、本当にです、ね、あの検索エンジンであのインターネットで検索してです、ね、出てくる会社を上から連絡してみて会いに行くみたいなことを大学生活してまして何件か1件はです、ね、何,し何をしに来たんだって言われたときにインターネットに興味があるんですけどって言ったら、うん、忙しいから遊びに来るなって言われてです、ね、<laughs> 怒られたりもしたいようなことをしたときに <laughs>、うん、たまたまです、ね、あるそこで知り合ったあの友人が慶応の SFC に行ってまして慶応の SFC のあるって聞いてそれまでその。 よく知らなかったんですけども、うん、でパソコンとかいあるらしいよって聞いて、うん、全く関係ないんですけども SFC に勝手に遊びに行きまして学食とかにたまに入り火り会いながら友達を作るっていう活動をした結果<ー>その友達が、うん、あの就職活動するときに、うん、なんかアクセンチュアに内定してるんだけども当時 MDM っていうあの楽天の,の社名の会社に就職するっていうふうに聞かされて、はいはい、でどういう会社なのって聞いたら。うん ハーバードの人がいるから大丈夫なんだよって聞かせて <laughs> そんな安直なことはこの世の中にあらわけねえだろうと思ってるんですけど僕はその友達のことす優秀だな当時からあの僕の本当に数少ないその当時のインターネット業界がこれから面白いんじゃないかってことを語り合える友達だったのでえ彼がそういうえと6人だか10人の配信に就職するとに聞いたんでぜひ紹介してほしいということで何の,よ何の理由もないんですけどもそれで三木田さんと僕との彼で3人で焼肉サービに行ったっていうのが。 あのきっかけで知り合いました<ー>でその後まあ就職をしたんですけどもやっぱり楽天いいかなと思って転職したのがきっかけですね。うんうん、なるほどね最初の三木谷さんの印象はどうあの極めてなんか普通のおじさん35歳だなと思ったんですけど、うん、もはや自分も39なんでもっとおじさんだなと思ってるんですけどな <laughs> なるほどなるほほどどただ僕はすごい印象的だったのは、うん、あの本当になんで会社なんかやってるんですかとさっきのもう富士んのお話もありましたけども。うん 抗議員でハーバードといえば、うん、あのよくわかりませんがとにかくエリートコースっぽいということは、うん、あの学生の自分には傷だ思ったことなんですけども、うん、なんで会社なんかやってるんですかって聞いたらあのこれから日本をよくするためには、うん、えこうした方がいいとかこうであるべきだとかそういうことを口で言ってる場合じゃないんだと、うん、何かしらその実例を作って実例をもってしてこういうことができるということを社会に証明することが、うん、え必要なんだよということを言ってて。 うん、何も成し遂げてない35歳の人が何を言ってるんだろうと思ってですね、うん、早いんじゃないかと思ったんですけども <laughs> 非常にこう自分としては共感して、うん、その通りだなと本当に心から思ってえそういう人っていうのは自分としては信頼できるなというのがそれで楽天に入ったのはあのさっきの藤田さんみたいに自分もいつかやるぞと思って入ったかそれともとりあえず楽天で頑張ろうと思って入ったか。 そうですねあの、まあ、自分としては、まあ、それに入れていただいて本当に1年間で召し終わったので本当にあの恐縮というか申し訳ないという気持ちも今でもあるんですけれども、うんえー、その中でやはり自分としてはちょっと考え就職というときにインターネット業界に入るというコンセプトは,プトはあってたんですが、うん、その中でも自分はそのまさにアマゾンとかヤフーとか eBay とかそういうのを見てこういう業界いいなと。うんうん いうふうに思ったんですけども、うん、あそれで全部ベンチャー企業だったってことに、まあ、入ってから気づきましてああなるほどなるほどあの最初これは自分があの間違いを犯したなとあ<ー>、えー、いうふうに思って本当に本人本当に申し訳ない自分のもうままというか本当に考え違いでこういうのを思う方でしたとその時に正直自分が知っている知っているベンチャー企業って楽天しかなかったっていうあ<ー>し,ょしょうもない現実がありましてうんであの僕が唯一知ってるベンチャーだったんで友達もいるし うんえー、で、えー、どうやらネットの,ットの仕事ができるらしいと、うん、いうことで、えー、三木谷さんのところに会いに行って本当、うんえー、僕はあの22歳で何もできないんですけども、うん、何でもしますんで、えー、この貸しに入れてもらえませんかと<ー>いうふうに言いに行ってたら,言いったら、あのー、じゃあ田中君給料いくらって言われて、うん、じゃそじゃそうだな400万だって言われてじゃあ400万だからって言われて、うん、僕に給料が勝手に決まってですね<ー>それで入れていただけることになって。うん でしかもなんか田中君、どこ住んでんのって言われて、当時、僕、実家は三鷹市なんですけども、も三鷹市に住んでたら、遠いねって言われたんで、うん、会社の目の前に引っ越したんですよ。あ当時は、祐天寺にありまして、祐天寺、ああの、愛宕から祐天寺行った時ですね。で、祐天寺に引っ越してで、出社したらですね、うん、田中君、なんで祐天寺に引っ越してんのって言われて、あんたが引っ越すって,いうっって言うか <laughs> 勝手に給料は決めるわ、引っ越すと言うわ、<ー>という会社だと思って働いてましたね。 なるほどなるほどありがとうございますじゃあ伊地さん伊地さんも最,最初から外出ちゃってるんですよね、はい、あっ来るの伊地知ですよろしくお願いしますえっ、ー、とそうですねえっ、ー、と15歳か16歳か覚えてないんですけどそれぐらいからアメリカに一人で飛んできましたこれも変わった子供ですよね <laughs> はいそうですねで向こうで高校に行って向こうで大学に行って向こうで会社を作って で2009年か10年に会社の事業を売却しましてでフィリピンに行って会社を作って売却してで日本に帰ってきたのは震災きっかけで帰ってきまして、うん、でその時に今のクルーという会社を作りましてやってることはそのスタートアップとかいわゆるアントレプレナーみたいな人たちに対して必要な経営資源をもう少しインターネットの力を使えば。 もう少しあの効率的とか民主的にこう仲介できるんじゃないかなというふうに考えていてでまあ本当になんていうんですかねうんあまあスタートアップスモールビジネスとスタートアップってよくこう区分されると思うんですけどそのスモールビジネスの分方に関してはいろんな人が手厚く支援してたりするんじゃないかなというふうに考えていてただやっぱり前例のないことに取り組むそのスタートアップとかそういう起業家の人たちを まあもっとあのしっかりそういう人たちがたくさん生まれて経済にこうドライブかけていくような、まあ、そういうふうになるというのが好ましいというふうに僕はこう西海岸にもいましたし、うん、でいろんなところにいて、まあ、そういうことを強く感じていて、うん、で震災きっかけに帰ってきたときに、うん、まあそういうプラットフォームを挑戦しようと思って始めたののがこのクルーというな,、うん、なるほどね最初そもそも15歳,15歳アメリカに行かれたのね。はいあのー 有名なのは孫さん孫さんも、えー、とこのあの高校生の時かなにあの、えー、実家を飛び出してアメリカへ行って、えー、そこからバークレーへ行って始まるんですけど、うんはい、その高校生で日本を飛び出したのはな、はい、なんでですかうんと、まあ、たまたま家の近くに国連で働いている人が引っ越してきましてその人と話をしていたら。うん ななんかでかででい世界があるなと思ってですね<ー>でそれでなんかちょうど国のなんかやってた交換留学プログラムみたいなのに奇跡的に合格しましてでなんかほぼ無料で行けるみたいな状況ができたので行き先は選べないんですけどアメリカ行ってから現地着いて3週間サンフランシスコなんですけどまあその間もまだ行くとこ決まってなくてですねで3週間が終わる頃にようやく場所が決まって。 勝手に飛飛ばばさされれるんですけど、うん、どこ飛ばされた僕はサウスカロライナっていうもう、まあ、田舎ですね <laughs> どうしようもない東海岸の, <laughs>、うん、そのフロリダの上の上の日本人も一人もいないようなところにこう飛ばされまして、うん、そこで高校生をやってましたああそれでそのままにあの日本に戻っ大学で戻ってくるとか、はい、就職で戻ってくるとか、うん、そういう選択肢はなかったいやあったんですけどもうん,うんと 向こうが楽しくなっちゃってでですね、うん、それで向こうで高校まで卒業するって言って今度、カナダ行きまして高校卒業して、うん、でそれからカリフォルニア行って大学行ったんですけど、うん、まあ18歳ぐらいの時に日本に冬休みかなんかで一時帰国して、うん、まあ当然、バイトをするんですけど、うん、でコンビニで働いた時に3日目ぐらいでクビになったんですよあの<う>コンビニを。うん <laughs> ね 3日目ぐらいいいででににななっっってて冷蔵庫で横になって写真撮ったい、ね、いやいやそういうことやってないんですけど、うん、でもまあ,あの単純にあの何ですかねなんで首になったか今も分かってないんですけど、うん、まあそれで僕はもう日本社会は無理だと思ってそれ <laughs> <laughs> で向こうで生きていこうと思ってて<ー>いたんですけど、うんねまあ、順調に今やってますへそれはその向こうで高校大学としあの過ごした人にとっては。 割とと自然なチョイス、うん、そうだと思います、ね、会社を作るという,のいうこともそうですね、うん、なんかもうみんな周りもやってましたし、うん、そういう意味では、うん、なんかそんなに特別な感じはなかったですね、うん、そ,れそれこそ,その向こうで大学出て、そのアメリカの企業にそのまま就職しようみたいなことは考えなかったんですか。もともと弁護士になろうと思ってまして、そういう勉強を向こうでもやっていた傍ら。うん 会社で IT 系のやつを始めて、うんうん、そっちに行っちちにゃったんです、ね、あなるほどねなんかその起業する時のなんかこうなんか誰かとの出会いとかあのこれがやりたいみたいな強烈なその当時はそんなに強烈なモチベーションはなかったんですけども。うん でもあのやってるうちにやっぱり何も知らない学生が、うん、まあそういうことを始めるっていうともう全部一からで周りに習う人もいなかったんで,、うん、でそういう意味ではまあやっていてもう本当に学ぶことが多くて、うん、すごい楽しくなっていっちゃったっていうところですかねなるほどね割と自然にスズっと入ってた感じですねですね,ですねただまあ、うん、あの今の今回のクルーに関してはやっぱり一つ あの社会の課題というかあのすごく問題だと思っているところがあって、うん、そこに対するソリューションをどう見つけあのどういうふうにやったらそれを解決するかというようなもう少しこう、うん、ミッションドリブンなことを今、今回はやっているんですけどもなるほど社会の課題というのは何ですかあの企業、まあ、いわゆるスタートアップの人たちをどういうふうに活性化させるかとか、うん、エコシステムどうこうみたいな話とかですね、うん、でも、まあ、21人のとき始めたのはもうそんな。 高い志もなくでもな,んなるほどねわ、はい、かりましたはい。松本さんお願いします初めましてラクスルの松本と申します えっとちょっと会社の、えー、紹介を軽くすると、えー、印刷の e コマース、名刺とかチラシとか、印刷物をインターネットで提供すると、でただ一方で印刷機、えー、印刷工場は持たずに、日本全国の印刷会社さんをネットワークして、その、まあ、稼働率が低い部分を、えー、利用させていただいて、えー、低コストで印刷をしてお客様にお届けするという会社をやってます。で 私もあの藤田さんと一緒で24の時に起業をしていて起業に至る前に、えー、一社あのコンサルティングあのアメリカのコンサルティング会社の日本社に、えー、就職をしました。AT カニーですね AT カニーですねねカニででなんで就職したかというともともとはゼロ一がすごく好きで、えっと、結構あの2004年に大学に入学をしまして。 当時あの、まあ、サークルで日本と中国と韓国の学生でビジネスコンテストを開くっていう。 えー、コンセプトを掲げたサークルに入って、えー、っとまだ何もないところからゼロからその組織を立ち上げて、えー、お金を集めて、えー、あのオペレーションを作ってっていうことを、えー、やって、えー、結構難しいっていろんな人に言われたんですけど、えー、1年でそれを実現することができてあなんかゼロから1って作れるんだとか、えー、っと多くの人難しいって言うけどイメージしてることって意外にやってみると実現できるんだっていうことでゼロ1って楽しいなっていうのに目覚め。 ののが大学生のスタートでその後あの実はあのサイバーエージェントにも、えー、でアルバイトをさせていただいててちょうどあの藤田さんがあの渋谷で働く社長の告白って本出された時隣の、えー、出したチームの隣の机で<ー>え働いてたりあのライブドアが えー、非常に盛り上がっていて、えー、ベンチャーブームとか株式投資ブームがあってベンチャーであのインターンしてみたり、えー、株式投資を、えー、クラブでやってみたりって結構あの当時流行ってたことを一通り、えー、やって、えー、いてあでもなんかこうやって、えー、っとあの新しいことをいろいろやるのって楽しいなと。ゼロあの 見たことない景色見るのって楽しいなってやっていたんですが、えー、就職活動前にちょうど、えー、2006年の頭ぐらいに「ライブ・ザ・ショック」が起きてでこれまで結構2004年5年と世の中上向きで、えー、っと自分自身のマインドもかなりそっちに寄っていったんですがあのベンチャーってなんかうさんくさいよねって。 っていうムードが世の中に漂って就職活動を始めた時にはあのもうベンチャーを受ける人ってほとんど周りにいないような形で一方であのまあえちょっとその。 アグレッシブというかガツガツした感じの人たちは結構外資系、うん、外資系の金融に行きましたよね。うん、外資ブームで外資金融外資コンサルっていうなんかご多分に、ま、あの漏れずそのあまり何も考えずになんですけどそういう、えー、中で、えー、就職活動をして、うんえー、たまたま早く内定を頂けたその AT カーに,、えーにえー、入社をして、えー、したんですが。あの 実際入ってみて、えー、っと非常にあのあのトレーニングの場としてはすごくいい経験だったんですけど。そのクリエイティブな えー、その自分の頭で考えたことを何か実現するとか何かを生み出すっていう感じがしなくて、えー、自分じゃなくても他の人でもできるんじゃないのかなこれみたいな特にあの1年目とか2年目あの1年半ぐらいで辞めちゃったんですけど、えー、そういうその自分のクリエイティビティで仕事をするとか何かを作り出すっていうことがなくてそれが結構、えー、ストレスになったのとちょうど、あのー、リーマンショックが来て。えーいあのー 大企業がコスト削減をたくさん、えー、している中でコスト削減をたくさん、えー、経験させていただいてあのいろんな大企業の間接費を、えー、削っていくっていう仕事をしてでそこであのシステム開発とかプロモーションとか,なんかいろんなコストを見る中で印刷が一番削減率が大きな、うんえー、コストだっていうことに、えーま、気づいてというか会社としてあのそういうふうな、えー、データが自分が経験した中では、うん、データが出てきて。 あ、これはあのすごく、えー、面白い非効率だし、インターネットが全然入ってないし、なんかこの業界変えられるんじゃないのかなっていうのと、うん、えっと自分自身で何かを作り出すことをしたいなっていうところからそのまま就職をして起業するっていう流れになりました。うん、なるほどね。あのありがとうございます。あの今えっと松本さんの話でありましたけれども、そのライブドアショックですね。えー、だからあのこれあの今日このテーマはあの。 東京をシリコンバレーにするという話なんですけれど東京をシリコンバレーにするシリコンバレーを超えるために上で一番足らないのはその起業する人が足らないですねでこれ大学生と僕なんかもよくあの何キャリア教育とかって講演頼まれたりするんですけれども大学生と話すとやっぱりヨバ体重なんですよ,ねでよく出てくるのがそのやっぱりライブドア事件 で僕らの世代だと、えー、昔のリクルート事件、えー、結局その日本っていうのはリスクを取ると、えー、ある程度成功すると、えー、落とされるよねとおだから企業なんかせずにサラリーマンやってた方が、えー、安全だよねみたいなね、えー、ところをなんとかこう変えていかないとシリコンバレーに近あのなっていけないと思うんですけど、えー、ライブドア事件といえば。 藤田さん、別に事件起こしたわけじゃないですか。確かにライブドア事件でかなりその日本のベンチャー環境というのは冷え込んだりしましたしあとやっぱあの、その前のネットバブルの崩壊で株価が下がった時も、うんえー、冷え込みましたけど。うん まあ、あの最近また復活してきていると思うんですけど、ねうん、そのやっぱりあれから8年ぐらい経ちましたし年,7 8年経ちましたし、うん、ただ、やっぱりですかね確かに大西さんのおっしゃる通り一番足りないのは企業する人だと思うんです、うん、もうベンチャー企業に対する投資したいというベンチャーキャピタルマネーというのは、うん、もう本当にちょっと多すぎるというほどファンドが。 できてお金が有り余ってますし、うん、あの日本政府も今の安倍政権はそういう新産業育成非常に力を入れているから、うん、まあ政府も追い風だと思うんですよね、うん、で世の中の、まあ、マスメディアもあの昔と比較するとも全然今若い起業家を認めたた、えー、えようという雰囲気があると思うんですけどそれでも本当に優秀な人というのは全然起業しないですよ。うん、例えばあの 松本さんとかは本当キャリア的にもエリートですけど、うん、まああいう人がどんどん起業すればいいと思うんですその能力が高くて、うん、え学歴も高くてみたいな人、うん、まあ学歴が高くなくてもいいですけど、えー、そういう人が本当にえ少なくて、うん、まあ確かにそれ理由は何かと僕が思うに何を怖がっているかというのは一番大きいのはバカにされるのを怖がっているという気がしますよね。 あの、お金はだから、もう、まあ、集めようとか、すぐ集まるとか、うん、まあ、集まりやすくなっているし。うんえー、まあ、お金を失うったっても、若い人たちは、たい、大してお金を最初から持ってないわけだから、うん、まあ。関係ないと思うんですよ、ね。うん、で、やっぱり、そういう、こう、だん、まあ、日本社会の中で、そういう起業をするということを、まあ、みんな、こう。うん、まあ。 バカにしたりとか、うん、そういう堅い人生を送っているとでなんか願うくばそういう人は失敗してほしいと思う人も多いですからそういう,こう社会の中ではみ出すということに、うん、まあビビっているというのがやっぱ大きいななまねるほど、ねまあ、堀江さんなんか思いっきりはみ出したわけですけどやっぱり堀江さんはすごく大きな功績を残したと思うんですけど、うん、堀江さんは本当に極端なんです。 言わない方がいいことをはっきりと言って注目を浴びるんですけどあれの堀江さんのおかげで多くの起業家が僕を含めて堀江さんよりましだという評価を結構受けたんです。なるほどハードルが下がった例えば三木谷さんが楽天野球団を立ち上げた時も堀江さんよりましじゃないかスーツを着てる分ということになったわけだし。 なん,んですかね、その市場を切り開いた人というか、うん、確かに昔のちなみにです、ね、ちょっと話それるかもしれないですけど、うん、学生の頃はマージャンがとても好きで、今もかなりやってるんですけど、はい、降りてると負けるんですよ。はい、ただ、やっぱりすごくみんな怖がるのは<ー>、えー、バンマン行った人が大きな振り込みをして二度と立ち直れないぐらいの定数まで落ちるんですよね。うん、そうするとだんだんこう振り込みが怖くなってきて。うん えー、じっとして降り始めるんですけど、うん、じっとして降りてても自利品になることにやっぱりやるという気づいてるんですあのー、そういう意味では、えー、堀江さんはもうドラの無筋でも何でも切り飛ばしてるような危なっかしさがあったんですけど、うんうん、ど真あれはやりすぎなんですけど、うん、<laughs> 逆に言うとでもずっと降りてる人も負けるわけだから、うん、企業が怖いと言って怖がっていても、まあ、僕は仕方ないと思いますなるほどね、うん、なるほどね。 もうグリーはできてましたちょうどそそののなんか楽天をやめるかやめないかぐらいの時に起きてましたね。だけど僕も会社作るときに両親に会社作ろうと思うって言ったら「お前も堀エモ門みたいになりたいのか?」って言われましてこんなインターネットインターネットを中古から言ってるのにこのに呼んで会社作ろうと思ったら堀エモ門かって言われてどんだけ理解がないんだろうと思ってるわけなんですけどもけどそんな感じが一般的な世相っていうか。 でものすごいアゲンストの中で起業しているわけですね。まあそうです。ねだから逆に良かったのは、うん、それでも会社を立ち上げてそこに来てくれるような人たちっていうのはかなりそのなんかそんなこと関係ないよねっていう人が集まったので、<ー>非常にこうベンチャーに対する体制がそういう人があのそういう行事に集まったんで、うん、やっぱあの厳しい時代ほどいいっていうふうによく言いますけど、うんあ、本当だなと当時思いましたね。なるほどね、なるほどね。うん、なるほどなるほど。あの。 松本さんはララさっきもあのライブドア事件の話してますけど、ちょうどその時に裁判にいて大学生ですね大学2年生の終わりぐらいですが、ねうん、大学生にとってライ,ライブドア事件ってどうでした目立っちゃだめなんだっていう。 僕たちの世代の起業家あの今、84年生まれなんですけど結構、84年生まれの起業家出てきているんですけど、うん、やっぱりあ,のあんまりそのバランスを崩しすぎないように、うんえー、しよう,っていうとか、うん、あんまりその前に出て目立つようなことはしないようにしようっていうのは、うんうん、結構、その時の大学時代の、うんえー、感覚は残ってるるようなな気がしますねねほど,ねなるほどねでそれを藤田さんに怒られたんですよね。 まあ怒,られまあ、怒られたというかあの一度ご飯食べた食べさせていただいたときに、爆知感がないっていうあ<ー>話をされてあのあ、確かにそうだなと、えー、<ー>結構そこからもうちょっとバランス崩すようになりましたなるほど藤田さん、どうですか、最近のアントレプレーンで、装飾系アントレプレーナーなんて言われたりもしますけど。まあ 本当に優秀なんでやっぱ手堅くくきっちり伸ばしてい経営者それはそれでいいと思うんですけど、うん、化けそうな感じっていうのはやっぱ堀エモ門み,みたいなものとか、うん、まあ三木谷さんも昔はやっぱり吹いてましたからねそういう,こう大きなことを言う、うん、さっきもあのガンがんが70治るんだよって一生懸命言ってましたけど三木谷さんがですよ <laughs> ちょっと軽く聞き流しておったんですけど <laughs> まあでもやっぱそういう人がやっぱ何かをやる可能性が出てくるというか。 うん、そういうなんかホリエモン以降はやっぱり若い起業家がちょっと萎縮して目立たないように、うん、あまりでかいこと言うと叩かれるので、うんえー、派手なこともせず、うん、というのが増えているよねっていう中で言ったのかもしれなないですねね、うん、るほど,、ねなるほどね、そういう日本を外から見ててんかこう割とこう縮こまってる、うん、でみんなこうでかい会社になるべく安全そうなところに入っておとなしくしてようみたいな。 そうすかね、いやあんまりあのその当時は全然あの、日本の中はむしろ全然分かってなかったので、うんうん、ライブドア事件も後から知った派なのでリアルタイムでは、うん、何もあまり考えてなかったです今、今その支援しているスタートアップの人たちは日本以外でもいろいろビジネスされてますよね。 はい、あの日本の,そのスタートアップ、起業家の傾向というのは若いあのスタートアップの、えー、足りないところというのはどんなむしろそのクルーで支え,支えなきゃいけないような部分というのはあ、えっとですね、まず前提として僕らが支援しているというわけではなくて僕らもスタートアップなのでできる人が支援するというプラットフォームを作って,るっている大企うとか、うんはい でそれでいうと、あのーですかねまあ、スタートアップは得てして大体小さい人数で小さいチームでこうやってたりするんですけどやっぱりその事業アセットみたいなものでいうとやっぱり持ってないっていうケースがほとんどだと思うんですよねその何百万人の顧客基盤とか、うん、何千店舗の流通なんちゃらとかそういったものをまあ普通は持ってないっていうところで。うん ただ一方であのそれを貸し出してあの新規事業を創出したいっていう企業さんも今たくさん出てきてるんですよね。うん、なのでそういうその本来だったらあまり巡り合わないその大手企業さんで、うん、特に非 IT 企業さんです、ねうん、非 IT 企業の大手企業さんとスタートアップをこう掛け合わせるとお互いにこう実利がある、うん、あの利害が一致する部分で、うん、あのスタートアップにとっては そうそう3年でやることをこう1年でできるようになるとか<ー>大手さんにとっては新規事業創出につながるとかでこういったところをこうマッチングするみたいなのが今自分たちが注力しているところです、ね、あまでにもものすごい件数のマッチングされてますけど、はい、一番うまくいったのは何ですか、はい うんそうですね。あのまあ、何をもってっていうところはあるんですけど、うん、ただあの、すごい面白いなと思ったのは、うん、そのある新聞会社さんとスタートアップの取り組みでスタートアップはシェアリングエコノミー系のスタートアップだったんですけども、あの自分たちの,あのいわゆる余剰スペースを C2C でシェアするっていうサービスです。うんで まあそういうのって10人ぐらいのチームが全国の余剰スペースを足で回ろうとしたらえらい大変じゃないですかとかほぼ不可能だと思うんですけどそれを新聞社さんの場合ってその新聞を配っている。 はい、あの2万人人ぐらいの人たちが7200拠点あってローカルエリアをずっとこう回ってたりとかするそういう人たちが余剰スペースをどんどん吸い上げてきてシェアリングのサービスの方に生かしていくとかそういうことをすると例えばスタートアップが本来だったら3年かかって手に入れなきゃいけなかったその。 余剰スペースのデータベースみたいなのが、うん、本当に1年とか半年ぐらいでこう手に入れるようになるとかですね、うん、こういうのがあ、ね、すごいあの一見、新聞とシェアリングエコノミーってあんまりこう、うん、直結であんま考えてなかったんですけど、うん、まあ考え方によってはうん、うん、こういう組み合わせもあるのかっていう、うん、あなるほどねそういうシェアの仕方っていうのは、まあ、無限にありますよね。 なんで、あの一見その大手企業さんが持っている軽資源の中で、うん、そのインターネットとかテクノロジーでそれを、うん、あの利活用すると全く別の価値を生んで全く別の,あの収益源を生むという可能性があるものってまだまだあるんじゃないかと思っていてそれが今、IoT とか人工知能とかが増えてくればくるほど、まあ、掛け算のバリエーションというのがすごく多くなってきているようなそんな実感があります。なるほどね あのまさにその通りだと思うんであの次のテーマに行きたいと思うんですけれども、えー、その今、伊地さんおっしゃったのはあのストックあるんですよね日本、戦後70年ずっとこう成長してきて、えー、もう世界に貫たるストック大国、えー、ではあるとただ、そのストックがうまく使えてないでそのストックの多くは大企業にたまっているし地域でいうと東京にかなり集中している。じゃあこのストック 人もいてストックいろんなそのオフィスであったりとかインフラであったりとかが整っている東京なのにスタートアップはなかなか出てこないこのストックをどう使って東京をもう一回こう活性化するかという話になっていくと思うんですけれども田中さん。東京の可能性って 田中さんも東京で起業されてるわけですけどす、ただやはりその僕もまずやはりあのまあ、えー、自分もまああのサンフランシスコに会社があのあって、うん、社員があの百人とか二百人とかいてもう五年六、うん、年やってて、えー、自分でもまああのよく行くんで、えー、その遠くとの東京との違いって自分なりに感じるんですけれども、うん、やっぱまず雰囲気が思いっきり違うっていうのはとにかくあの感じてまして、うん、自分がその会社が I.P. をした頃とかにあのサンフランシスコに行ってレノスに会うと。 なんかすごいこうなんかロックスターに会ったみたいな感じですごいあえて嬉しいよみたいな「ーー君、田中君でしょ」みたいな「本当に頑張ってるね」みたいな感じで、うん、でもういろんな人が何か知らないけど自分のこと褒めるんですよーーそんな褒められるような覚えもないんですけどみたいな <laughs> しかも初めてですよねみたいな感じなんですがそんな感じで日本でいるとなんか田中君 IPOC てお金持ちになったらしいねあんまり言わないけどみたいな,、うん、なんかこうあんまりこう僕にとって触れないようにしてるみたいな雰囲気でなんか、うん、むしろなんかすごいこう あの頑張ってるねみたいな感じで褒めてくれる人たちを見てあ、うん、全然雰囲気違うなと<ー>いうふうに思ってにこういうふうな雰囲気だったらもっと頑張ろうかなとか、うん、起業しようかなという人が増えても、まあ、おかしくないなというのはあるので確かにその今でもなんかあの,はっきりの堀さんの話もありましたけどそんなになんか起業家というか。 いや、失敗とかに対して、そんなに寛容ではね、最近も。ちょっと不倫すると、社会から抹殺されるという現状にありますんで。うん、<laughs> もうどんな失敗もしてはならぬ的な方向に。向かってる中、うん、起業を失敗したら、もうどうなってしまうのかという。感じだと思うんですよね。だから。あの。僕はあの。やっぱおかしい人っていうの、をれ足したいし、多少こう許容度を上げていく必要があるなと思ってまして。僕はあの楽天で働いてる時に。うん あの今も忘れもしないんですがあの朝8時から朝会っていうのがあった月曜日の、はいはい、それに朝8時から呼び出されていっ,ってるんですよ毎朝、うん、毎週か、うん、そこで朝眠いのにですねわざわざ行ったところですね道枝さんがしょっぱなのにコメントするんですけども、うん、その時にあの300人500人いる社員の目の前でですねなんかノリがお前らノりが悪いっていうふうにいきなり朝8時に言われまして <laughs>、うん、朝8時ノりが悪いだろうって俺は思ったんですけども、うん、でしかもその次にですねなんかノりが悪いから あのノリが悪いやつはやめろっていううに言い始めて <laughs> あと8時から読んでノリが悪いやつに眠い,眠い俺に対して眠いていか社員に対して、うん、ノリが悪いやつはやめろって言われて、うん、この会社本当に面白いと最高だっていうふうに確信したんですけども <laughs>、うん、ただ僕はそういうのは好きだしそれがねそれが社会的に好ましいのかってやったらそんなもないんですけども、うん、それぐらい多分店田さんはその当時多分なんか熱いものがあって、うん、なんかもっとこうみんなまで盛り上げたいんだってこと思ったと思うんですよね、うん、で僕ははそういううういうふうに思う子自体は 素晴らしいことは思うんですけども、もそういう言い方が多少ちょっとよくなかったとしても、うん、それをこう認めてあげるって、そういう人が頑張って,頑張っていこうよとか、ついていこうよっていう風潮にしなきゃいけないと思うんし、僕はその社員としてそうであってほしいなと楽天に対して、私は、ね、思ってたんですけども、も、まあうん、日本だからお金もあって、えー、そこはいいんですけども、もその辺に関してはちょっとまだまだ、えー、必要だし、そういうふうな、うん、あの人を寛容な社会にならなきゃいけないかなというふうに思いますけどねうんなるほどね。 松本さんあのさっきちょっとおっしゃってましたけどそのあのあの藤田さんもおっしゃってましたけどそのお金はあるんですよねお金はあると思います、ね、スタートアップするときにね割と資金は今もう調達う調達環境はものすごく、えー、いい調達環境にあると思います、ねうんうん、で,もでもなかなか出てこない。 そうですねこの1個前のセッションで、えっと、インドの企業の数がああの去年なのか累計なのか分からないですけど1万8000いう話が出てて、うん、ちょうど隣にインドで VC やっている人の話を聞いてたときに、うん、VC の数が、えー、大体100以上あるって言ってておそらく日本って、えー、VC の数100ぐらいあるんじゃないのかなとでも、起業家の数って<ー>1000とか、えー、あるのかな毎年って。 多分そこまではそのいわゆる資金調達をしてっていう企業家っていないんじゃないのかなと、うん、であの実はそのインドに比べると10倍ぐらい、えー、簡単にお金を集められる状況なのかなと,、うん、えと僕自身今ハコベルっていうウーバーフォアトラックトラックをネットワークして、えー、まあコマースでえー配送、うん、あのキャパシティをあを供給するっていうサービスやってるんですけど、あのー 去年、インドでその手のサービスが去年、一昨年で51とかえ立ち上がったって日本だと我々しか今やってないんですけどで51立ち上がってえーっとシリーズ A に行ったのが7社であの結局2社ぐらいがセコイア入れてそこがえまあ数あのそれこそ3桁億円の資金調達をして一気にインドのえインフラを作っていったみたいな。一方で東京の場合はなんかあのー 結構ベンあの僕自身はあの藤田さんとか田中さんみたいに、うん、あの大きな会社ではなくてあのいわゆるスタートアップで小さな会社で、うん、えと未上場でやってるんですけどあのその立ち位置からすると,、えー、とやっぱ競争環境がすごい海外に比べると,、うん、えとぬるいだろうなっていうのと、うん、お金にすごい簡単にアクセス、えー、できる、えー、環境で、うん、それはあのすごくいい面もある一方で、うん、えっと ちょっとその環境的になんかぬるいのかなっていうことも、うん、え感じていますね。うん、で一方であのー、まあ、えー、あの三木谷さん藤田さん田中さんが、えー、作っていただいたそのエコシステムの中には載っていて、うん、あのー、どうやって組織を作ればいいかとか、うん、えっとどうやってその、えー、事業を伸ばせばいいかとか、うん、なんかそういうそのノウハウは。 高等、えー、ベースで、うん、あの伝達されてそれは非常にあ,のありがたく活用させていただいてい、うんえー、る一方で、えっと、もっともっとそのあの厳しい、えー、経営環境の中で、うんえー、やっていくということもあってもいいのかなと思いますねねなるほど、ねまあ、あの藤田さんと田中さんのポジションになるとあのあの次を育てるというかねあの投資家だったりメンターだったりっていう。 あの役割も,もう実際になさっていると思いますけれどもおそのスタートアップをきちんとその育てていく上であのそのどういう育て方をされますでどう,いうどういうスタートアップはあのちゃんと育っていってどういうのはだめのまあそうですねちょっとこの僕がこう見てきたこの20年弱でもやっぱりちょっと環境がだいぶ変わっていて。はい 例えば、えー、インターネットバブル前に僕が起業したところは、うん、あまりにも大きな変化が急に来たので、うん、もう大企業の人とか全く対応できなかった、うん、ウェブ2.0の時も、えー、ソーシャルメディアとか作るのをもうど、うん、何から始まっていいかわからないしスマホができた場合アプリを作るう、うん、そういった時は本当に若い人が、うん、もう全然知識も経験もなく始められたし、うん、まあそういう人たちにまずや,やってもらって先入観なく。うん でそれを育てればよかったんですけど、うん、やっぱり今、その今日の神経営サミットについても最先端はやっぱり IoT とか、えー、シェアリングエコノミーとか AI とか、まあうん、そういった分野にこう企業分野が変わってきていて、うんえー、例えばシェアリングエコノミーとか IoT にしても、うん、それなりに、えー、経験とか、うんまあ 知識ととかか人を動かす力がないと立ち上げきれないい立ちきれんですよだけどやっぱり日本のこう東京のスタートアップ界隈というか環境というのはやっぱ相変わらずえスマホアプリをつく学生が作ってたみたいなえレベルの起業家が多いというかまあ年齢の起業家が多くて本当にあの実力がある人がえ会社を飛び出して。 起業するっていうのはやっぱりあまりないので、うん、まあそういう意味ではあの何人のテーマに、うんえー、どの市場でやるかに合わせてやっぱり、うんえー、起業家の質も変わってなければいけないんですけど、うん、何かやっぱ東京は追いついてない感じがしますよね。うんうん、なるほどね。だから起業したかったら俺のとこ来いみたいな。ええ、ちょっとは自分も未だに新規事業を次々そうですね。うん、はい、あの。 ベンチャー企業家のようにやっているので、うん、あまりその誰かを育てようとかにはにまだ関心はまだもうちょっとですかね。はい、うん。田中さんはそのそのどどあの相談されることとか、まあまあ投資してくれとかいろいろ来ると思いますけれども、あのどういう基準で選んでどうやって育てるんですか。そうですね。あのうちの会社もあの投資部分があって投資してて、うん、あのこの五年十年やってる中で非常に。 えー、自分なりに感じたことは、まあ、本当にどのベンチャーが成功するか、うん、さっぱわからないなと思ってです、ね、<ー> <laughs> この会社絶対だめだろうとかです、ねうん、最近、名前を出すのをはばかれる会社もが最近 IP をしてあのうちの会社としてはリターンがあったんですが、うん、何回も潰れそうになってるし社長もなんかいい加減っぽいし、うん、大丈夫かなっていうにすごい。<laughs> 自分の本当に成功させていってあやっぱこうやって変わっていくことがやっぱあるから、うん、これを予測することはちょっと難しいなっていうのに、まあ、思って、まあ、あの当然考えはするんですけども分からないものあるんだなとそういう感じているんですが、うん、まあ自分とあの自分より若い起業家っていう意味で、えー、お話しすると、うん、僕は最近あのやってるのは、えー、やっぱ自分とやっぱりこう話してて面白い気が合う人っていうのを探して。うん でそういう人とはその交流したいなと思って、うん、よく交流してますね。やっぱり年齢が違ったり環境が違うと、うん、あのいろいろこう刺激を受けることが、うん、うようにあの大きいので僕からするとあの会社の規模とかにはある意味かかわらず、うん、すごい学びがあるなっていうふうに、ん、あと最先端の彼らが言っている新しいトレンドっていうものがあこ確かにこういうトレンドあるかもとか、うん、の感じることがあるのでそれはすごい勉強になるなとはあの思ってます。逆にまあそ彼らからかすると多分、えー より彼らよりまあ大きな会社を経営するとかもしくはその10年、20年会社を経営していくということはえどういうことなのかということについてはあのなんとなく自分としてはえ教えられることがあると思うのでまあそういうものはこうえお互いに教え合っているのかなと大事ですよねあの、そういう経験をあの、まあ、シェアしていくというかねやっぱり経験が足りないから才能はあるけど、えー、失敗しちゃうとかねあの藤田さんや田中さんの目から見たらいやそっち行ったら絶対だめだよっていうのは。 分からずにこう玉砕しちゃってる人たちも結構いるなと思うんですけどアメリカあので海外で経験されたあのスタートアップ経験されたイジ地さんは、はい、その例えばアメリカの,そのエコシステムっていうんですかスタートアップの、うん、っていうのはまあ,まあよくできてると言われますけど例えば東京日本と比べて何が一番優れてますかこれがエコシステムの あれかかかどどうかはちょっと分かんないんですけどあの何にしても先ほど田中さんもおっしゃられてたと思うんですけどそのアントレプレナーとかがリスペクトされるっていう環境はやっぱりあるなっていうふうに思っていて、うん、でやっぱり日本でその起業家が増えないっていうところは僕は一番はやっぱりそこだっていうふうに感じていて、うん、いわゆるそのロールモデルがあの絶対数が足りてないっていうところかなと思ってまして、うん。なので いわゆる、僕も今、もう、こんなこと、を四回、やってまして、もう十一二年、今、やってるんですけど。会社四社目ですね。そうですね。あの、やっぱり、親戚とかからは、いつ就職するのかとかって、まだに聞かれますし。<laughs> <laughs> はい、という意味で、あの、まだまだ、やっぱり、その、起業家たるもの、あの、そんなに、良しとされてないっていうふうには。思います。で、それが、なんでかなっていうふうに考えた時には、その。 やっぱりその藤田さんとか田中さんとか三木谷さんとかいろんな方々がやっぱいらっしゃいますけどただ、やっぱりそれはあのテレビの話だったりとかいわゆる身近に思える人たちじゃないとなんでそので近所に一人ぐらいその起業して成功したっていうその小さくてもいいんですけど成功体験を得る起業家っていうのがもっと身近にこう出てこなきゃいけないんだっていううふう思っていて。 でそのためにはやっぱりあのアメリカみたいな M&A がたくさん起きるっていうことが極めて重要だなっていうふうにこういつも思って,ます、うん M、っていうのはその要するにスタートアップのエグジットとして、はいうん、M&A が起きないと,とそうですね。で、うん、それで大なり小なり成功体験を得た人が次の挑戦をするとかのサポート側に回るとかでもいいんですけども、うん、何にしてもその成功体験を得た起業家っていうのを量産することで、うん、あのもう少し起業っていうものが 怖くなくなるとか、ねうん、身近なものにこう感じるっていうところはやっぱあるんじゃないかというふうに思っていて、うん、なんで松本さんもおっしゃってたそのあのインドの話とかもそうですけど、うん、やっぱり数が質を生むっていうのは間違いなくあるかなと思っています、うんうん、なのでまあその数を生むにはどうしたらいいかっていうと、うん、やっぱりエマンドエっていうのは一つ非常に重要な点かなと思ってまして、うんね、そこをこう誘発するようなことを4年頑張ってやっているというのが今です。ぜひ頑張っていただきたいと思いますけど。 あの前の前のセッションであのアンディ・ルービンがあの出てきてあのすごいあのエキサイティングな話をしてくれましたけどえ僕は日経にいた時に記事にえ書いてるんですけどねあのさっきそのルービンと一緒に出てきたえ中西さん彼がシャフトっていう東大を出て二足歩行のロボットを東大で,でやってたんですねえの研究者としてでえ震災の後え絶対こういうロボットが必要だと。 ということで、えーまああのおもう、とにかく命がけで作ったと、でえー、これをそのビジネスにしたいから、えー、お金を集めたいとおいうことでその、さっき歩いたやつのその元のね、も,もっとあのでかくてあの、あんなにかっこよくなかったんだけども、えー、それを持って、もうあらゆる金融機関、政府、全部回ったんだけど、全部断られたあの3億くれ、3億くれたらビジネス立ち上がるからと言ったんだけど、その3億が、えー、調達できなかったと。 彼らはあのシャフトの人たちはすごく日本が好きで、ねえー、日本で起業したいとお希望してたんだけれども、えー、誰もお金を出してくれないとで仕方がないのでアメリカに行ったで行ったらさっきのアンディ・ルービンがすぐ食いついてで、えー、とテレフォンカンファレンスで、えー、面白いとで今から見に行くと言ってそのグーグルから飛んできて。 で、えー、お台場で作ってたのかな、でお台場で作ってたそのあの,あのロボットを見て、あのいくらだと、いいねで買うぞと、で即決というんで、今、グーグルに入ってるっていうね、だからそこのやっぱり温度差っていうんですかね、その見極めてリスクを取って、そういうそのシーズを、えー、マーケットに出していく力っていうのの,その差をね。 えー、そのシャフトの話を取材したときにあのものすごく痛感したんですけれどもただ、お金はあるんですよね、その背中を押すのはなんでしょうね、東京をシリコンバレーにしていく、東京からこうどんどん、えー、新しいスタートアップを作っていくとお、イノベーションを起こすためには、藤田さん、何が必要でしょう。と、まあ、さ言ってた えー、要はエグジットその売却では、うん、誰かが買収してくれるというのはやっぱり、あのー、日本では本当に何て言うんですかね買収売却に対して抵抗があるというかうん、うん、買収されたら負けであったり会計制度もやっぱ上場脅威を買収するには非常に障壁があるというか、うん、まあのれんだがあったり。うん、その売却がないととすると あのベンチャー投資せっかくお金があっても、うんえー、本当にあのなんていうんですかね雲の糸のような上場してエ、うんえー、グジットするしかそれ一本しかない、ね、もう出口がこんな細くなっちゃう、ええ、そうなると、うん、当然慎重に慎重化されて上場できそうなビジネスであり経営者、うん、そうするとラックするみたいなところにばッとひ、うん、金が集まって余裕ですよみたいなことをおっしゃ、うん、ってましたけど,なるほど <laughs> 逆に言うと、えー、そうじゃなくてただ面白そうなの やってるクレイジーな人にはこの人とてもじゃない上場企業の社長になれなそうだからお金が集まらないですよねだからそのエグジット売却っていうのが当たり前になっていかないといけないしなんとか高くこの会社を売りたいと思ってるような経営者が結構たくさんいなきゃいけないと思うんですけどそう思っても日本社会でやればやるほど売ったら負けだみたいな空気になってくるんでそこの空気が変わるといいなと思いますね。 あの昔ね堀江さんがねそれこそ,そのライブドアが全盛の時にあに買収されたらありがとうって言いなさいって言って馬鹿野郎ってみんなに怒られたんですけどあれ資本主義で言うと正しいんですよね正しいですけどやっぱりこう目の前で働いてる社員の手前とか、うんうん、日本の社会というか企業風土はもう簡単には変わらなるほどね田中さんそういうなかなか変わらない風土どうやって変えていきましょう そうですね、自分として日本初のイノベーションを起こすためのその問題点って、うん、まさにこの神経伝そのもののテーマと同じなんですが僕、規制緩和っていうのはすごいあるなというふうに思ってます。うん、で、端的に言って例えば最近、まあえー、アメリカで一番イけてるベンチャーといえばいろいろありますが、エアビアンド B とかウーバーとか、まあはい、あるわけじゃないですか。うん どれも日本でこう創業してこのベンチャーを始めようとしても、うん、まあそもそも始められませんから、うん、だから今の日本の法体系化っていうか法,法体系というかイノベーションに対応するその柔軟な法運用という概念だと思いますけど、うん、っていうのはないので別にあのそういった事業をすることがまあ不可能というのがあるのでもしそのこれから日本が東京が目指したいイノベーションの姿っていうのが、うん、今シリコンバイ起きていることを起こしたいんだというのであれば えと今,今まさに民泊がどうとかタクシーがどうとかってそのもはや大きくなってからやってるんじゃなくてあれをだ何も誰もにーズがあるか分からないところであれをやる人たちを許容するような,なんか、うん、法体系にあのしなければ生まれるわけがないのでそういった意味では、うん、あの実はその目指したいものとやってることのその乖離幅が、うん、うそ相当真逆な話かなと。で今,で今の今、うん 問題点があることを規制を緩和するぐらいではなくて、うん、あの多分、似て非なるようなそもそも、ね、現在ちょっと現在、ねうん、日本の法律だと普通に違法なことっていうことがイノベーティブにアメリカで今始まってるという現実をどう捉えるのかっていうことがよく言われるんですよね何をやったらいいか選ぶんじゃなくてやってからだめなものをあの止めればいいんだっていうねそこは日本はまずだめですよね。ままずリスクをななくししてからやりましょうみたいな そこをやっぱり180度変えないと変わっていかないんでしょうね。結構、それって私もその関連論じゃなくてこれ結構実際に法律的な運用とか、うん、あが結構実質的にはすごい絡むのでなんかまず、あま、そうしていくのであれば、うん、結構細かいその、えー、本当にその日本の国の仕組みというかいろんなことを一つ一つ変えてある方向に変えていかないと、うん、あのならないのですごい難しいテーマ簡単にできないテーマだなと思ますね,そうですね、うん、神経連の役割大きいですね。 うん、期待してます伊、ね、地 <laughs> さん東京をどう変えましょうかそうですね、えーとまあ、さっき言ったようなそう、成功体験を得る起業家をどの増やすっていうところだと思うので、うん、あの大手企業とあのスタートアップが、まあ、いきなり大手,大手さんがあのスタートアップを買収しまくるみたいなあの文化が来るかというと、多分来ないので、うん、なので、まあ、最初はあの出資とかですね。 でそれいきなり出資もしないかもしれないので、うん、最初は授業提,携提携から、うん、で提携もいきなりしないと思うので最初はあの、うん、本当に何でもいいので、うん、あの小さいお互いに実利がある形で、うん、あのテストができるというスキームを一緒に作ってあげるというところかなと思っております。 あの日本が抱える課題に、えー、真剣に取り組んでいくとあのどうしてもスタートアップを始めようとするとグローバルな事例を探してキャットコピーを作りたくなってくるんですけど、うん、一方で例えばあの世界で一番高齢化が進んでいるとか、うんえー、労働力が不足しているもしくは。あの 不足している一方で生産供給自体はものすごく多い一方で需要が少ない需給ギャップが非常に開いてるラクスはこれやってるんですけどその日本が抱えるユニークな課題これって多分中国も今後起きていくしえーヨーロッパもきっとえ起きていくんじゃないのかなと。日本がえ抱えてている一番最先端の課題に対して あのオペレーションじゃなくてテクノロジーでその問題を解決していくっていうことですね、うん、あ,のあえて海外を見ずにあの日本の抱える構造的な課題、えー、インパクトの大きな課題って何かっていうところにフォーカスをして、うんえー、テクノロジーそのこれまでの えー、その大企業のようなオペレーションによる解決ではなくて、うん、あのテクノロジーによってその問題を解決していくっていうことに、えー、本気で取り組んでいくと、うん、あの世界初東京発のイノベーションって起きていくんじゃないのかなというふうに思います。うん、なるほどね。いやわかりました。あの非常に刺激的な話をあのありがとうございました。あのおそらく東京発のイノベーションとか東京シリコンバレーにする一番手っ取り早い方法は えー、皆さんがレジェンドになることだと思うんですね。ああなりたいとみんなが思うような存在になってくれればあの後が続いてくると後から後からあのフォロワーが出てくると思いますのであのぜひあの頑張って、えー、東京だけじゃなくて日本をあの変えていってくださいあの今日本当にありがとうございましたあの大きな拍手お願いします。